ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-387 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-387。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-387 は、サイト19において、標準的な施錠機構付き収容コンテナに収容されます。SCP-387 と共に発見された赤い容器は、一切異常性を有していないことが確認されており、その底面が SCP-387 により覆い尽くされない限りにおいて、SCP-387 が複製されることはないと判明しています。SCP-387 の利用は、申請書を提出したすべての職員に許可されますが、不適切な利用が確認された場合、利用権は剥奪されることとなります。説明。SCP-387 は、一般に流通するレゴブロックに類似した外見を呈する、子供用玩具ブロックセットです。一般に流通するレゴブロックセットには含まれない、円形の車輪や角柱などのブロックも含まれているものの、その多くは、非常なレゴブロックセット内に存在するデザインを呈します。容器やブロックの表面に商標は確認されず、これまでに行われた調査において、レゴ社及びレゴブロックに類似した商品を販売するメーカーが、過去に SCP-387 と同様の商品を販売したとの記録は確認されていません。SCP-387 は、発見時に収められていた赤い容器内に空きスペースが残されている場合、空きスペースが満たされるまでの間、ゆっくりとした速度でブロックを複製するとの異常性及び、人間の手により任意の形状に組み立てられると、組み立てられた構造物が自身の形状と周囲の環境に対応した、自立行動、活動を開始するとの異常性を有しています。例えば、人間用のブロックパーツを用いて組み立てられた人型を、車両の形状に組み立てられたブロック群に登場させた場合、人型は車両を操作するような素振りを見せ始め、車両の形状をしたブロック群は操作通りに移動を開始します。また、車両をはじめ、複雑な機械機構を有する物体を模倣した構造物は、その稼働にエンジンや動力源を一切必要としないことが実証されています。SCP-387 により構成された人型は、互いに、あるいは周囲に存在する人間との間で、意思疎通を図ることが可能であると確認されていることから、何らかの知覚能力を有する可能性が示唆されています。さらに、SCP-387 により構成された人型や構造物には、時間経過とともに変化する様子が観測されます。人型は、自身の姿や周囲に存在する構造物に基づき職業を選択した後、選択した職業に準じた活動を開始し、例、周囲に消防車型ブロックが存在する場合、人型は消防士として活動を開始します。周囲に存在する SCP-387 を用いて、自らの手により建物を組み立てるなどすることにより、独自の社会を形成し始めます。人型は、周囲に存在する人間と平和的に交流を図ることが可能であるものの、人間が敵対的な態度を示すと直ちに不活性化し、無生物状態へと回帰することとなります。収容経緯。SCP-387 は、2000年2月、エージェントにより発見、回収されました。遠隔地における任務を終えた後、自身が居住する町へと戻る電車内において、自身の隣の座席に放置されている、容器に収められたレゴブロックセットを発見したエージェントは、容器からブロックを取り出し、暇つぶしに人型を組み立て始めました。組み立て終えてから数秒が経過した後、人型が自立移動を開始したことを確認したエージェントは、直ちに人型を分解し、容器に収められたブロックごとサイト19へと移送しました。その後、電車内に設置された監視カメラの記録は回収され、オリジナルの記録は削除されることとなりました。中期。10歳以下の子供、特にアニメやテレビ番組の影響を強く受けている子供に、SCP-387 を使用させることは推奨されません。詳細は、実験記録387の B を参照してください。実験記録。実験387の A。実験室内に、SCP-387 により構成された人型を少数配置し、その横に非常なレゴブロックにより構成された航空機を配置した。観察は3時間にわたり行われ、その間に以下に示すような事象が観測された。1、数体の人型が SCP-387 を手に取り、航空機方向へと移動する。2、人型は SCP-387 を用いて、実際のものと同様に機能する空港設備を建設する。
作業に際し、人型同士が意思疎通を図る様子は観測されなかったものの、その建設作業は非常に効率的なものであるように観測される。3. SCP-387 により構成された燃料補給用の車両が航空機に接近し、燃料補給作業を模倣する様子が観測される。その後、非常なレゴブロックにより構成された航空機は離陸し、実験室内を低空かつ低速で飛び回る様子が観測される。4. 製造時期やデザインの異なる実在する航空機が、人型により複数建造される。ホイ387の1。今回の実験を見る限り、SCP-387 により構成された人型は、何らかの形で周囲の状況を把握する能力を有しており、非常なブロック玩具を SCP-387 に置換することが可能であるということのようだ。アーチ博士。実験387の B。数人の幼児に SCP-387 を与え、自由に遊ばせる実験を実施した。なお、実験終了後、被験者には記憶処理が施された。自身が組み立てた物品が自立行動することに気がついた幼児たちは、興奮した様子で話し合いを始め、互いが組み立てた物品同士を戦わせるとの遊びを考案し、新たな物品の組み立てを開始した。幼児たちが組み立てた物品には、変形ロボットや M1 エイブラムス戦車、などが含まれていたことから、危険性が高いことを理由に実験は中断され、幼児たちの避難が行われた。避難が終了した直後、組み立てられた物品は戦闘を開始し、最終的に互いを破壊することとなった。ホイ387の2。M1 エイブラムスはまだ理解できるとして、あの子供たちは、の構造をどのように知ったのだろうか？今後、子供を用いた SCP-387 の実験を行う愚かな職員がいたとしても、その結果発生する混乱や破壊の責任は私にはないことをここに明記しておく。今回の実験を受けてのオブジェクトクラスの細分類は不要であると思われる。また、成人の被験者により同様の実験を行った結果、当該実験と同様に、組み立てられた物品は人間の存在下では一切戦闘を行わなかった。アーチ博士。実験387の C。まず、SCP-387 が収められた赤い容器から SCP-387 を全て取り除いた後、非常なレゴブロックにより容器内を満たした。その1分後、赤い容器内のレゴブロックを用い複数の物品を組み立てたものの、組み立てられた物品に自立移動する様子は観測されなかった。また、容器に収められた非常なレゴブロックが複製されることもなかった。実験387の C の2。まず、SCP-387 が収められた赤い容器から SCP-387 を全て取り除いた後、SCP-387 を1ブロックだけ容器内に戻したところ、当該ブロックが複製されることはなかった。その後、容器内に1ブロックずつ SCP-387 を戻し続けたところ、容器の底面が SCP-387 により覆われた時点でブロックの複製が開始され、最終的には容器が満たされることとなった。また、複製されたブロックには、SCP-387 の異常性が引き継がれていることが確認される。さらにその後、複製された SCP-387 により満たされた赤い容器の上に、最初に取り出された SCP-387 を投入したところ、SCP-387 はその数を減少させ始め、赤い容器に完全に収まりきる状態で変化を停止させた。ホイ387の3。SCP-387 が発見された際に収められていた赤い容器は、何の異常性も有していないように観測されるものの、SCP-387 の複製能力は、当該容器の内部でのみ発揮されるものと思われる。これは、不正な複製を防止することを目的に、SCP-387 に意図的に付与された性質であると考えられるが、仮説の証明にはさらなる実験の実施が必要であろう。アーチ博士。実験387の D。ロボットアームを用い、SCP-387 により車両を組み立てる実験を行ったところ、組み立てられた車両は自立移動を開始することはなかった。次に、組み立てられた車両を分解した後、同じブロックを用いて人間の手により同様の車両を組み立てたところ、組み立てられた車両は通常通りに自立移動を開始した。先頃死亡したエージェントより切除された腕を使用し、同様の車両を組み立てた結果、車両は自立移動を開始することはなく、腕を温めることにより体温を再現した後に行われた実験においても同様の結果となった。ホイ387の4。SCP-387 は、脈拍、あるいは他の生命活動を検知することにより、対象が生存しているか否かを判断しているものと思われる。アーチ博士。ホイ387の5。前回の実験後に行われた実験により、SCP-387 に新たな異常性や特性は発見されなかったものの、実験に用いられた被験者より、SCP-387 の再使用、長期使用を要求する声が多く寄せられている。また、実験の被験者となった職員の 87% には、実験後、意欲や勤務態度に著しい改善が確認されている。
財団には同心を持ったままの職員が多いのだろう。そのため、私は使用を希望する全職員に、SCP-387 の利用権を付与するよう申請することにした。アーチ博士。申請は承認されました。実験387の E。SCP-387 により通常のコミュニティが形成された後、そのそばに一山のメガブロック、レゴブロックの類似品を配置した。メガブロックが配置されたことに気がついた SCP-387 により構成された人型は、ゆっくりとメガブロックの方向に向き直った後に、直ちに不活性化した。ホイ387の6。なんてふざけた話だ。アーチ博士。報告書の紹介は以上だ。生きている人間の手により、任意の物品を模した形状に組み立てられると、模倣元の物品と同様の行動、機能を発揮し始める性質を有する。レゴブロックに類似した外見を呈するブロック玩具、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。例によって、人為的に扱われない限り異常性が発現することはなく、自律移動を開始した実態も平和的な性質を有することから、収容は容易な部類のオブジェクトということのようだな。ええ、そうみたいね。活性化したブロックは、模倣元が持つ役割を果たそうとする性質も持っているようだから、組み立てる物品によっては破壊的な属性を持つこともあるみたいだけど、その属性は人が存在する環境下では発揮されないみたいだし、危険性も低い、あるいは全くないオブジェクトと言っていいのかもね。ああ、そうかもな。一度使用した人物の多くに再使用を望む傾向が確認されるという点は、考えようによっては懸念材料だが、その辺は追加調査待ちといった感じだろうな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。